行くぜ。ウマ娘たちが追い求める一条の盾、鍛えた足を武器に行く栄光への道、天皇賞秋。さあ1番人気の紹介です。ダイワスターレット、2番人気を紹介しましょう。スペシャルウィーク注目の秋華賞馬娘ウオカ、7枠14番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。マヤのトップガンと7番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ダイワスターレット、花を奪っていたのはマヤのトップガン。早くも激しい競り合い。さらに7番、その後3、4馬身開いてダイワスターレット、内でスーパークリーク1馬身差。5番、向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ14馬身。ここで先頭は7番、続きましたマヤのトップガン。そして内目をつきましてはダイワスターレット。4番手には5番、さらにスーパークリーク1馬身差。18番、1馬身離れてセイエモグラオー、外を回ってウォッカ、そしてその内を回ってスペシャルウィーク1馬身差エアグルーヴ、そのうち並んで6番、それを見るようにオグリキャップ、その後から9番、内で1番、1馬身差12番、それを見るように17番、内から行く16番、13番、最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭行きます。マヤのトップガン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、先頭は変わらずマヤのトップガン。大きな木を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。ダイワスターレット、まだ抑えたままだ。ウオッカ、前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。7番、2番手につけ様子を見守るダイワスターレット。内で様子を伺う。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはマヤのトップガン。残り400、外からウオッカ、動いてきた。スピアシンまくって上がってくるウオッカ。2番手争いはケイエモグラオスペシャルウィーク。ウオッカ並んできた。見せてやるぜ。100を通過。ここでかわして先頭はケイエモグラオ。先頭ケイエモグラオ。しかしその差はわずか。ウォッカ助けてゴール。やったぞウォッカ。並みいる強豪をねじ伏せ、今天皇賞秋を制覇した。2着ケイエモグラオ、3着スペシャルウィーク。生半可な指示は任せろ。飯も食ったし勉強か。よっしゃ。仕上がっ。8番人気は4番ウオ。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。このレース最も人気を集めているのはサイレンス鈴鹿、1番人気です。実力は負けていません。2番人気アイネス風神、注目の天皇賞馬娘ウオッカ、2枠4番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはサイレンス鈴鹿、7番アイネス風神。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿、安心で飛ばしていきます。
風神、サイレンス鈴鹿とアイリス風神、二人とも花は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。サイレンス鈴鹿戦闘に立つのか。続いてアイリス風神、早くも激しい競り合い、外から行く7番、その後からダイワスターレット一馬身離れて3番、さらには西の札は一馬身差、シオノと向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ14馬身、先頭は依然サイレンス鈴鹿2馬身リード、2馬身3馬身開いて7番、外から外からアイリス風神、ダイワスターレット並んできた。ここまでが先頭集団、先頭集団を見ていきましょう。先頭は変わらずサイレンス鈴鹿一馬身離れてダイワスターレット、3番手にはアイリス風神、7番続いている一馬身離れてシオノゾン、内から内から3番、そして西の札は、そしてその後ろから行くのは14番、第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。ダイワスターレットここで抜け出した。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。最終コーナー先陣を切ったのはダイワスターレット、食い下がるサイレンス鈴鹿、ダイワスターレット速い速い、もはや独走状態、見せてやるぜ。200を通過、3番手争いは西のフラワー、壁が高いほど燃えるってもんだぜ。取れ